どうも、大悟です。というわけでですね、今日はですね、カップルに関するお話ですが、マンネリが起きる理由、まあ、特に夜の生活のマンネリが起きてしまう理由、これについて今日はご紹介したいと思います。ちょうどですね、昨日は月末でしたので、概要欄に入ってますが、D-Labというですね、知識のネットリックスを目指して作った僕の、動画配信サービスがあるんですが、それでね、毎月月末はベッドの上の心理学って、ちょっとエロめの、心理学の放送とかやっているんですけれども、まあ、昨日はね、あれですね、第二次性感帯の科学ですね、性感帯ランキングみたいなとかやったんですけれども、こういったですね、まあ、男女のね、関係ない方、非常に重要な、こういった話もですね、興味ある方は、ぜひですね、概要欄の方から D-Labをチェックしてみてください。で、今日は概要欄の方にはですね、無料の特典を2つ、ご用意してますので、ぜひですね、この動画を見てる皆さんのためのですね、特典用意してますんで、ぜひですね、動画を見たら、概要欄の方もチェックしてみてください。今回の研究なんですが、やっぱり長く付き合っていると、ご無沙汰になっちゃうカップルっていますよね。で、このご無沙汰になるスピードっていうのは、まあ、人によって違うわけですよ。まあ、全然、なんかこう、性欲が低下しない。まあ、僕なんか全然低下しないんですけど、低下しないタイプの人もいれば、あるいは性欲がストーンってすぐ低下しちゃう人とか、すぐマンネリになっちゃったり、ご無沙汰になっちゃったりする人っているわけですよ。で、これ当然関係性のポイントもあります。二人がどんなコミュニケーションしてるのかとか、行動してるのか、これによってもマンネリが起こるかどうかってことは結構変わります。何年経ってもですね、もう新婚のカップルのようにですね、長いですね、時間を経ても、まあ、ラブラブな人たちもいれば、もう全然まだ付き合ってね、半年ぐらいなのにもう全然ご無沙汰になっちゃったみたいな、別にしなくてもいいみたいな、そうなっちゃう人も中にはいるわけですよ。で、これってどういうね、違いがあるのって話なんですが、片方は性格の問題。で、もう片方はコミュニケーションの問題です。で、コミュニケーションの問題に関しては、過去に、今日も概要欄にリンク入ってますが、D-Labというですね、さっきご紹介した、僕が作った知識のネットフリックス、D-Labの方で、どうやったらこのマンネリが起きないか、長く続きするカップルとは、のですね、選び方だったりだとか、あとはね、女性が男性を、男性が女性を上手に喜ばせて、関係性を長くさせるためのですね、ベッドの心理学とか、そういったものをですね、解説してますので、ぜひですね、まあ、詳しい話ちょっとすると YouTube 先生に怒られてしまうので、概要欄の D-Labの方からぜひチェックしてみてください。今 D-Lab 20日間無料でどなたでも見れますので、D-Lab で月末って検索してもらうと、ベッドの上の心理学がいっぱい出てくると思います。それではですね、今回の研究なんですが、今回はその性格の面、ですね。マンネリが起こりやすい性格の面について調べた研究になります。2019年、アリエル大学のですね、研究チームが行った研究です。付き合いたてのカップル62組と、新婚のカップル175組を集めまして、交際中のですね、このカップルを8ヶ月間、にわたってですね、調べて、たものになります。交際中のカップルに関しては8ヶ月間。で、この8ヶ月の間に3回、調査を行って、で、新婚カップルの方は、18ヶ月間、追跡しまして、この18ヶ月の間に4回のペースで追跡調査を行ったというものですね。まあ、要するに、まあ、付き合い立てのカップルと新婚のカップルをですね、追跡調査して、で、どういう風にですね、マンネリが起きていくのかってことを調べたって、ご無沙汰になっていくのかってことを調べた、非常に下世話な研究ですね。もうこういう研究いつかやってみたいですね。はい。でですね、こういう調査をしたんですが、この際にですね、何をしたかっていうと、全員の愛着スタイルって呼ばれている、性格特性と、あとは感情の変化、相手に対する思いの変化、そして性欲のレベルの変化、これを測定したというものですね。で、これ、まあ、性欲のレベルと感情の変化はわかると思うんですが、愛着スタイルって何かっていうと、人間ってね、他人と関わりを持つときに、3つのスタイルのですね、関わり方を持つわけですよ。そう、他人との関わり方で性格を分類します。1つ目が安定型です。自分は自分、相手は相手、というふうにですね、お互いをちゃんと尊重することができて、で、適切な距離を保ちます。はい、これが安定型ってやつです。人間関係で問題を抱えづらいタイプですね。自分は自分、相手は相手。付き合っても付き合っていなくても自分は自分、相手は相手。だからお互いを尊重するけど、流されるわけでもないし、拒絶するわけでもない。っていう風に一番バランスがいい安定型ってやつですね。はい。で、これ距離が近くなりすぎるというか、相手に依存的になってしまうとどうなるかっていうと、不安型ってのになります。で、この不安型ってのはどういうタイプかっていうと、熱しやすく冷めやすい恋愛をするのが特徴で、とにかく相手から嫌われるのが怖いんですよ。だから嫌われるの怖いから、わーって尽くそうとするんですけれども、でもやっぱりその長く続かなくてすぐ冷めちゃったりとか、あるいは自分が嫌われてるかどうかってことを恐れて、相手の愛情を一生懸命確かめようとします。だからもうしょっちゅうしょっちゅう連絡してきたりとか、もうずっとね、電話でどこにいるのって言ってきたりとか、ちょっとですね、彼氏が外出したりとかするだけで、浮気されてるんじゃないかと、彼女が、ちょっと友達とご飯行ってくれねって言っただけで男じゃねえかって心配しちゃったりとかして、こういう風に相手を疑って愛を確かめよう確かめようってしちゃうような不安型ってタイプですね。はい、嫌われるのが怖い。で、熱しやすく冷めやすいっていう、ちょっと厄介なタイプです。まあ、あんまり恋愛うまくいかなそうですね。で、もう一個は回避型です。で、回避型は、
逆に、安定型に対して不安型ってのが相手に近づきしてしまう、近づきすぎてしまう傾向があるとしたら、回避型っていうのは逆に安定型に比べて相手との距離を離そうとしちゃうタイプですね。どういうことかっていうと、回避型は相手との深い関わりを回避します。どういうことかっていうと、これ以上入ってこないでねゾーンがすごいこう設定されてるんですよ。だから例えば仲良くなって、二人が接近すると、あるところに以上接近しようとすると、急にスッて離れるんですよ。いますよね、そういう人ね。こうなんかこう近づくとスッて離れちゃうみたいな感じのタイプいますけど、これは回避型です。基本的に他人は信頼できないというふうに思っている傾向は回避型の人は強くて、故に相手にですね、近づこうとしないし、近づかれるのすごく嫌がるわけですよ。だから付き合ったりとか、まあ、恋愛とかもするんだけれども、なんか深い関係にならないとか、うん、なんか体だけの関係になっちゃってる気がするとか、そういうふうにですね、感情的なつながりが感じられない、基本的に他人を信じないタイプの人が多いというのがこの回避型になります。で、これ、遺伝的な要因とかもあったりとか、あとは子供の頃の親との関係とかも影響するって言われてはいるので、まあ、生まれつきのね、性格が大体決まるとは限らないんですが、この3つのタイプが、一応あるわけなんですね。はい。安定型の場合は、例えば子供の頃に親のね、サポートが、フルで得られた、場合は安定型になったりとかして、不安型は、親のですね、サポートが時々得られて、時々得られなかった。得られたり得られなかったりしたと。だから親に一生懸命気に入られるように頑張るんでしょうね。こうすると不安型になるとか言われて、たりとか、あと親のサポートが全く得られなかった、ほとんど得られなかった、場合は自分一人で生きていかなくちゃいけないので、回避型になるとか言われたりもするんですね。まあ、いろんな複雑な要因でこの3つのタイプが決まるんですが、まあ、簡単に言うと自分は自分、相手は相手、相手との距離を適切に保てる、安定型と、熱しやすく冷めやすい恋愛をしてしまう不安型、かつ嫌われるのが怖い、そして相手に近づいてきてほしくない、他人を信用することができない回避型、この3つに分けられるわけですね。で、こういったものと感情の変化、そして性欲のレベルを調べたと、いうことを行ったところですね。面白いことが分かったんです。一応ですね、平均的、全体的に見ると、カップルの場合も、デートの回数が増えていけばいくほど、あるいは、新婚のカップルの場合も、結婚関係の時間が長くなればなるほど、性欲は基本やっぱ低下するそうです。いわゆるマンネリっていうのは、時間とともにある程度は、起きてきます。まあ、特に女性の場合はね、こうね、時間に、ね、よって低下するんですが、これ実はですね、男性の場合は実はこれ低下しないんですよ。低下しないって事例もあるんですね。はい。で、これどういう風に低下しないかってお話をしていきます。しかしですね、愛着スタイルが不安型、さっき言ったみたいに熱しやすく冷めやすい、相手に嫌われるのが怖いと、ね、彼女が浮気してるんじゃないかって風に疑いやすいという男性ほど実は性欲が低下しやすかったんですよ。だからこういう男性ほど実は性欲が勝手に低下して、で、かつですね、嫌われるのが怖いなんて熱しやすく冷めやすいので、他の女性に行っちゃったりとかするわけですね。そう。だから、なんかこうね、急にご無沙汰に彼なったなと思ったら浮気したみたいなのありますけど、これは要するに自分を認めてくれる人っていうのが欲しいから不安型っていうのは、だからマンネリになってきてあんまり彼女が奥さんが相手してくれないと相手してくれる人のところに行っちゃうわけですよね。こう考えてみるとあれですよね。なんか飲み屋奥さんがいてね、飲み屋さんで一生懸命女の子口説いたりしちゃうような、ね、おっちゃんとかいますけれども、ああいう人の気持ちもわかりますよね。家で相手してもらえなくて寂しいんだろうなって思うわけなんですが、そういうふうに実は不安型の男性ほど性欲が低下しやすいんですね。もう浮気とかも行きやすいですけどね。はい。で、一方でじゃあ安定型に代表されるような、いわゆるこの愛着不安ですね、この不安型ではないタイプ、愛着不安レベルが低い男性はどうなったかっていうと、なんとパートナーに対する性欲のレベルに有意な変化は見られなかったんですよね。つまりどういうことかというと、安定型で不安型や回避型ではない男性っていうのは基本性欲低下しないんですね。なんかご無沙汰になりようがないと。そう。だからまあそれは女性の方は、ね、子供できたりとかね、なんだかんだこうね、性欲っていうのは下がってくので、まあ、そこのケアだけちゃんとできれば、そういった男性をですね、あるいはパートナーにした女性っていうのは、まあね、そういうマンネリとかの心配っていうのは結構ね、特にベッドの上に関するマンネリの心配ってのはほとんどなくなってくるわけなんですね。面白いですよね。愛着不安が低ければ性欲の低下は起きないというところなんですよ。これが二つ目の事実です。そして三つ目の事実です。三つ目のポイントはですね、愛着不安の影響はこれ男性に特有のものです。で、女性は不安を感じていても感じていなくても時間の経過とともに性欲は低下していくということが言われてるんですね。だからよほど特殊なことをしたりとかしないと、女性のですね、気持ちっていうのをつなぎ止めておくことは男性側にとっては難しいポイントになってくるんですよ。まあ、当然といえば当然で、男性と違って女性は子供を作れる回数とか年齢とかも決まってますから、そうすると、まあ、ずっと性欲を持ち続ける意味が進化論的にはですね、あんまりないわけですよね。だからそういう意味で言うと、女性の性欲を保つのは結構難しいというところがあるので、まあ、ずっとそういう関係が続くわけではない。あるいは続けるんだったら、今日後ほど解説しますが、特殊なコミュニケーションスタイルとか、行動とかを取ってあげないと、女性の性欲ってのは維持できないので、男性は頑張らないといけないところですよね。これは3つ目の事実でした。そして、4つ目の事実ですね。4つ目の事実ですのが、そもそもこう、なんだろう。なんかこう、男性とかでも女子がね、不安になるぐらい、
求めてこない男っているじゃないですか。なぜか全然そういうの。はい。この人大丈夫なのかな、草食系にも程があるんだろうみたいな。うん。完全草食系かないってな、ビーガン男子かなみたいな。うん。って思う人いると思うんですけど、これ実はですね、回避型の男性の可能性があります。他人を基本信用できないタイプの男性ですね。愛着スタイルが回避型の男性っていうのは、これ実際にこの研究では、この研究開始時の、いわゆるそういったですね、男女の行為に対する、欲求のベースラインレベルがですね、如実に低かったということが分かってるんです。要するに最初からしたいと思ってないんですよ。だから、性欲が落ちるとか上がるとか以前に、そもそもほとんどないんです。そういう、欲求が。だからベースラインが低かったから、まあ、下がりようもないというか、まあ、下がるんだけども、そっからね。っていうことが分かってたんですよね。はい。というわけでですね、まとめるとどういうことかっていうと、長期的な関係に伴う性欲の低下なんですが、女性の場合は緩やかに低下していきますが、男性の場合はこの愛着不安、この不安型か、回避型か、安定型か、これにですね、大きく左右される可能性があるよということが示唆されたというところなんですよね。これぜひ、頭に入れておきたいポイントですよね。で、こうすると、じゃあ男性はどうやって女性とのいい関係を保てばいいのかと。でも時々いますよね。もう結婚してから30年経ってるのに、もう全然なんかね、2日に1回ぐらいしてますみたいな夫婦とかいますけれども、あれなんでなんだろうと思います。ちなみにね、あれなんですよ。時々ね、若い子の方が絶対男はですね、好きでしょと思ってるですね、女性、あるいは男性とかもね、若い子とする方がいいというふうに思ってる人いますけど、これ実はですね、そういった行為における満足度って、年を取れば取るほどね、上がってくんですよ。二人の関係が良ければ、年を取れば取るほど満足度って上がってくんです。主観的な満足度ですけどね。はい。ということも分かってるので、これじゃあどうすればいいかっていうとね、これ二人の関係を保つ独特のコミュニケーションを学んでおく必要があるよね、というふうにですね、科学的には言われてるんですよ。で、その方法が、今日の番組の概要欄にですね、入ってます。僕が作った知識のネットフリックスを目指して作ったですね、Dラボというですね、サービスの方で、アサーションと検索してもらうと出てきます。アサーションとか、長続きするとか、恋人とか恋愛とか検索してもらうと、長続きするですね、夫婦が、共に取る行動のポイントだったりだとか、アサーションというですね、この長続きする夫婦が、行っていくコミュニケーションの、方法、そしてソロトレーニングするような方法などがですね、Dラボでは解説されてますので、ぜひですね、概要欄の方からですね、Dラボチェックしてみてください。ちなみにDラボ今なら、この動画見て皆さんのために特典がついておりまして、今なら20日間無料で、見ることができますので、ぜひですね、概要欄の方から D ラボチェックしてみてください。長続きする相手を選ぶっていう最初のですね、チョイスも重要なので、やっぱりね、結婚したりとか長い関係をですね、作りたいというふうに思うのであれば、まあ、最初にそれを頭に入れておかないと、惚れるとね、相手のことって見えなくなってしまうので、好きな人ができる前にチェックしておくのもいいかもしれませんね。はい。というわけで、ぜひ概要欄から D ラボチェックしてみてください。あとは今日2つ目の無料の特典は、僕のですね、オーディオブックがなんと今 Amazon で1人1冊無料で聴けるというキャンペーンをやっております。通常ですね、3000円ぐらいで販売されてる僕のオーディオブックがですね、今どなたでも一人一冊無料で聞けます。例えばこういった究極のマインドフルネスとか、超集中力とかいろんな本があるんですが、こういった本が一人一冊無料で聞けますので、ぜひですね、興味ある方は概要欄の方から、チェックしてみてください。で、さらに今日のおすすめの本なんですが、性欲のアップダウンと面白いんですよ。例えば男の場合は、今言ったみたいに下がらなかったりだとか、あ、特殊な環境で上がったりとかしますし、女性の場合で毎月こう性欲が変わったりとかするんですよ。面白いですよね。例えばそのワンナイトみたいな関係とかに、ね、女性がですね、応じてくれやすい時期とかもあったりとかして、結構そういうですね、性欲に関するですね、男女の違いっていうのって結構面白いんですよ。研究対象としてね。というわけで今日はですね、そんな内容をネットを使ったですね、膨大なリサーチによりですね、明らかにしてくれる本、性欲の科学という本をですね、概要欄の方に入れておきますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。結構面白いですよ。自分のその性的な趣味に関して、真面目にね、相手に聞いても答えなんか返ってくることはほとんどないですけれども、ね、ネット上の検索のトラフィックとか見ると結構ね、こういうのってね、如実に出てくるので、そういった検索を使って、人間の性を明らかにしたって面白い本です。ぜひですね、概要欄の方に入れておきます。チェックしてみてください。というわけで今日もありがとうございました。ぜひですね、概要欄の方からですね、無料の、特典2つですね、ぜひですね、お忘れなきをチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。